そういうものの転調は一から始まるより難しいので、まずそういうふうに転調にもピンからキリまであって、それができても誰でもできるで誘導する人が上手かったらとか、もしくはそれはなんぼ誘導しても結構難しいで4度シャープから始まる曲やからなとか、それとかそれを下げから転調したらごっつい難しいで、でも頭からやったらアドリブできるでとか、そういうのがいろいろあるんで、で転調を曲中にするっていうのはどういう風な転調の、わからないように答えてくださいよ。どんな風に転調を挑戦しようとしているんですか。ワンコーラスずつ転調っていうんですか。それとか8小節ずつ転調。8小節全然いけると思うけど、まあ割と難易度高いですね。サビが、うん、サビが半分からなあかんから、A フラットから始めたら次は A になりますからね。でその次サビは B になるか B フラットになるんですね。で最後の A ダッシュが B になっちゃいますかね、うん、A フラット、うん、最後は B になりますね。でこの4つで結果的に次のコーラスで半音上がったら2音上がるっていう、1コーラスで2音上がるっていう状態ですね。でそういう時にとっさの判断で2コーラス目は高度なセッションでは今度は半音ずつ1セクションずつ下げていくっていうことをして、絶えず範囲の中で転調を楽しむっていうのを手前の打ち合わせはなしでいたずらにやって、それでできてしまって、そういうことを施したっていうこともそのセクションが一つ動いた時にピンとこなあかんのですよね。でそれって音を聞き分けになったから、それが最終形としては転調なんかが現場で行われるトップランカー そのジャズのアンサンブルやったら、そういうことを打ち合わせなしでシステムと収束の仕方までも一つの行動のあらゆる可能性からそれが決定したらほぼあれであろうっていうことで、その先はもう読まずにそれで当て込んでいくっていうので暗黙で理解し合うっていう状態なので、音のきっかけに対するものとかジェスチャーとかの分岐点における注意を払ってないと、で現実の行われる演奏っていうのは比較的そういうことを発想できない演奏者がほとんどでしょうし、またそういうことをやれて楽しいと思う歌の人も少ないので、実際には現場での経験値っていうのがいたずらにないんですよ、あまりと。ないのでそれらっていうのは未然の休憩時間にちょっとヘッドアレンジっていうんですけどをすると、で有段者になってくると、最高の有段者じゃない、有段者出始めぐらいの人はこのライブ中のその曲が始まるブランクの間にめっちゃ手短い言語でそれをパッて打ち合わせするんですよ。でリハーサルはしてない状態なんで、でまあ超有段者は何も言わんとテンポ変えたり気変えたりとかして、でそれはちゃんとコマンドを出すときに手前からその問題をちゃんと提示しないとか、でも一瞬しかないので歌の人なんかが調子よく歌ったらもうやられてるんで歌だけがで、まあそうなったらそんなことをする演奏家は聞き入れてないわってなって戻すけどね。で歌は何の事件が起こったことも気がついてないみたいなパターンがよくあるんで、でどうしましょう、いっぺん根性で8小節ずつ取らせてみましょう。8小節、それはかなり難易度高いですけどね、サビが難しいけどね